お前まだこんなやってんの、お前古くね、ゾコ悪く言うな。今時はなこれなんだよね。はい、みなさんこんにちは、セイキン TV のセイキンと、ブンブンハロー YouTube ヒカキンです。いや古いんだよね。いや、いいんだよ。いいんだけど、いいんだけど、もちろんいいんだよ。古くはないんだよ。だけどね、もっと時代は進んでるんですよ。それがまあ、これなんだよね。なんかね、なんかで見たことあるけど、初めてやるかも。あ、そう。うん。これね、スマホアプリのハンドスピナー。もうこういう時代。ゲームじゃねえか。ゲームなんだけど、いや、俺見つけてびっくりしたんだけど、ね、うん。こんなん出てんですよ、今。これ回してどうすんのって感じがするけど。だからもう、画面で回しちゃうんだよ、もう。そういうことだね。そう、画面の中でハンドスピナーが回るんです、これ。ちょっとやってみるよ、もう。うん。ほら。ほら。もう、こういうことよ。民族。太鼓太鼓。まあ、だから、これもいいんだけど、これはより手軽だよね。うん。だから買わなくていいんだから、これ無料アプリだから。確かにね。うん。っていうことで、今日はこっちだ。デジタルハンドスピナーということで、まあ僕もね、ほとんどこれやってないんですよ。ちょっと試しにどんなのかなってやったぐらいなんで、ほとんどやってないんですけど、どっちが回んのかって話です。うん、スマホの画面壊すくらいで。そうで、あのちょっと難しいんだ、これがまた。あ、そうなんだ。強くやればいいってもんでもないんだよ。まあ早速やっていきましょう。大体勝つからこういうの。ああ、いいということでね、画面ご覧ください。うん、そう、こういう感じなんだよね。なんかちょっと かっこいいんだよ。かっこいい、金と黒で。そうで、これフィジェットスピナーって書いてあって、うん、結構本格的なので、ね、これで、うん、うわってやるよね。そう、まあ簡単です。普通のハンドスピナーと一緒、こうやってグッて回すだけ。それもこれ回転数なんだよね、この大きい数字。そう、ほらこれ時間じゃなくて回転数なんです、ね、何回回ったかってことなんだよね、はいはい、多分、うん、今のところ一番上に出てるベスト、これが139で、下にチャレンジ167ってなってる。そう、これね、よくわかんないんだけど、うん、多分このチャレンジっていう数字に近い方が本当はいいんだと思う、このアプリ的には。うん、うん、っていうルールだと思うんだけど、うん、まあ、ちょっとね、今回はルールを変更しまして、うん、マックス、マックスどこまで回せるのかっていうやつ。それだろうね、うん、それだろうね。で、ちょっと試しにどんな感じかやってみますよ。はい、いきます、はい、せーの。あれ、え、それ難しいんだよね、ここ。うまく回んない。こういう感じで、まあ、手でこう回すんですけど、うん、ほらほら、こういうこと、こういうこと、やりづらそう、やりづらい、結構ね、難しいんだよね。そっかそっかそっか、そうだから、まあ、俺なんか加速してってんぞ、おい。いやいや、これね、全然いかないと思う、これは。あ、そう、うん、全然減速してる感じしないけど。お、こんなんでもう50回も回るんだ。そうそうそう、全然だからいけるんだよ、もっとうまくいくと。で、超うまくいくと、この真ん中の犬っていうのか狼なのか分かんないけど、うん、これが光るんだよね。光る。そう、これがもう止まりそうだ。そう、もう止まりそうでしょ。だからこれまだ全然ダメなの。なるほどね。これ74、ちょっと一回練習していい？どうしよう、これギネス記録みたいなの出したら。いや、むずいよ。むずいよ。ちょっと練習ね。はい、すぐ離さなきゃいけないの、これ。いや、それがね、いまだにわからん。ほらね、ほら、力みすぎるとこうなるの。これ意外とできないんだからさ。画面割んないでくれよ。ドゥグってなった今。そう、ズグってなっちゃうとね、いかないんだよね、これ。一番いい光じゃん。赤くなるやつ一番いい。どうしよう、もう50いってる。マジで。やや、はり何してもやべえな、この弟のパワーは強いんだな。やばい、うまいね。余裕でベスト超える。ベストを超える。どうしよう、これ本番でやりたかったな。もうこれ超えらんないんじゃん。やば、どうしよう、一応待ってみようかな。あ、これ待った方がいい、待った方がいい。これ限界だ。やば、やべえ、これすごいじゃん。もうでもさ、チャレンジ255ってなってるけど、いくかな、これ。あ、行くかもね。意外と、いや、行く行く、全然行くでしょ。そんな感じするな。超えるんじゃない、軽く。行ってくれ。なんかまた加速してる。加速してる、加速してる。大丈夫これ。いけいけいけ。あ、でも50ぐらいは。なんなんだこれ。なんか加速すんだけど、たまにこれ振るとか関係ないよね、これ。わかんない、やり込んでないから。わかんない。あ、あれ、加速してない、なんか。え、関係あるの。そんな関係ないでしょ、さすがに。ないよね。うん、画面触ってないからね。やばやば、270いったぞ。やべえ、やべえな、これ。あ、関係ないということで、記録練習だけど271回で、やべえ、これ超えられる気がしねえ。これ多分もう超えらんないんじゃない。もう超えられないわ多分。光り方が多分今のところ僕体験したのは2種類で、黄色か赤なんだよ。黄色の方が証拠いい。黄色の方がちょっとダメなの。
だからもう赤いの出ちゃってるから。なるほどね。もしかしたらその上青とかあんのかもしれない。もしかしたらね、どこまで何手を離さず回していいのかが分かんないからさ。いいんじゃない別に。おお、途中で追加しそれは話したから1回で1回離すまでにしようか。失格みたいになっちゃうのかな途中で回すと。途中で回すと失格になるよ。あ、ほんと。だから1回でくっつけたままどこまでいけるか。え、グーンってやっていいのかもね。やべえ、あーやばい。もしかしてそれも未知のままやってみよう。未知のままやってみよう。オッケーオッケー。失格は失格でいこう。1回触るとゼロに戻るさ。やべ、どこまで行っていいのか、触って。そういうことか。わかんねー。もしかしたらそうかもしれない。今さっきね、さっきね、一周行くか行かないかぐらいまで触ってつなげてからね。やべやべ、教えちゃダメだな。半分戻してから、うりゃって言ったんだよ。なんか技とかあるんじゃない、そういうの。もしかしたらアプリだから。じゃあ今回ね、日本勝負と行きたいと思います。はい、うん、だから一人2回できるところね。最近の一本目、一本目いくよ。ファイッ、よし。じゃあもう一か八かかけていくから、めっちゃ回してから話すから。いくよ、いきまーす。え、ほんとだ、いける。ぐるぐるぐる、いけちゃう、いけちゃう。いけんじゃねえか。ああし、まあしょ、優しき男。今の優しき、まだゼロで回ってないから許して。今なしね、オッケー。でも今もうなんか黄色くなってた。黄色くなってた。そういうことか。いくぞ、俺それやったことなかったから。最近の一本目、今度こそ本当の一本目、いきまーす。こうしてこうしてこうして、お赤、よし、赤までいけ。赤までなんないな。あれ、あー、いきまーす。ゴー、あー、ダメだ、ダメだ。ダメだこれ。やっぱダメじゃん。黄色になってからなぜかまた戻っちゃった。戻ってんだよこれ。これ勝っちゃった。やっぱこれ全然いかねえじゃんこれ。これはね、勝負になんねえやこれ。いや、せっこいな。でもな、これで次普通にやったらせっこいよもう。これ100回転じゃん、これ。いいんだよ、まだ2本目があるから。でもチャレンジ93だから本当はいいんだよね、多分ね。本当はね、そう、この数字に近づけるって意味ではいいかもしれないね。あー、全然ダメや、これ。ちょうど100回転くらいだね。ほら。うわっ !101。あ、あ !100 だ。これ勝ちじゃん。なんで100だから。なんでだよ。オッケー、じゃあ制限1回目、記録100です。はい。はい、ありがとうございました。それでは行かせていただきます。ヒカキンのターン、一本目、レディーゴー。どういう風に回すかね、分かんないからね、うん、ちょっとスマホの摩擦が強くてさ、つるっていかなそうでさ。あ、そういうこと。あ、めっ、あ、あっ、あーい、これ勝ったね。これは一本目勝ったね。なんか逆回転してねえか。なんか回したまま逆に回っちまったよ。力みすぎた。そう、これが本番の怖さね。急回転。しょぼすぎだろお前。でも合計じゃないからね別にね。日本最高記録、はい、日本中の最高記録。あ、そっか、それでいこう。もう今のもうだからいいよ別に。もう次普通にいくからね。なんであれ練習通270もいったんだろうな。あの、ね、意外と力まない方がいい。そうだね、さらっといくから。じゃあ、ね、いきまーす。うっせきの2本目ファイッ。よっ、ちょっと戻したとこからいこう。この辺か、こうこうイメージとしてはこうきてこうきてで、ゴー。全然引かねえじゃん、もう。なんで俺あんなうまくいったんだろう。なんでだろう。全くいかないわ、これ。これ完全に僕100超えたらもう優勝だ。いや、わかんない。難しいんだって、これ。それもさ、逆回転してもさ、回転したことになってるから、どっちでもいいんだよね。どっちでもいいんじゃない？やりやすい。戻すっていうか、一回触って離すまでなんだよね、多分。そうだな、そう。今なんか逆回転になっちゃってるのか、こっちか。ね、指は早すぎてちょっとついてこないな。ね、あ、はい、61回転。はい、正規2本目61。ってことで100だね、僕の記録はね。それではいきましょう。ヒカキン2回、これが最後。レディーゴー。赤く光るよ、これ。光ったらす天才。ああ、でも、あ、でもこれ100超えんな。もう黄色だもん。また中途半端に光ってやがってよ、お前よ。ちょっとね、なんか意識した今。まあなんか、うん、あんま控えめにしといた。ああ、行こう行こう行こう。100は軽く、だって黄色く光った時点で100は行くんだよ絶対。練習がすごかった。はい、321、わー、弟の勝ち。あ、でもやっぱ黄色だと100ちょいなんだね。そうなんだよ、そう、やっぱ赤なんだよね。くそ、270ってあれ結構すごかった、ね、いや、これ多分もう超えらんないよ、多分そう簡単に、ね。
127くらいかな、これ126、イエーイ。ダメ、え、どうやったのあれ。え、絶対行かねえ。コツがある。なんだあれ、どうやったんだろう。もう出ない。ダメだ、無理だ。ちょっと待って、俺も一回ぐらいさ動画で赤出したいわ。ファイン。ファイン。ダメ、内側でやるとか。あー、違うな。立て。うわ、あー、あー、お、お、あれ、あれ、あ、なんか有料系があんだ。あー、高いやつ、高いやつとかあんだこれ、なるほどね。あー、なるほど、レベルアップするとこういうのがもっと回るのかもね。そっか、でもこの一番しょぼいのでね、これで記録出したいもんね。270出したからね。これコツがあるな。あ、待てよ、え、ここでもいけちゃうよ。え、あー、え、超軽いじゃんこれ。やべ、横に今やっただけ、画面キュッて。でもこれ黄色だからね。黄色だ、うん。あ、こうでいいのかも、もしかして。こうでしまう。黄色は出る気ね。うん。黄色は出る気。出る気ねーとか言って。ちょっと待ってね。今ね、あの上の方の画面の上の方に置いて、うん、横にスッってやっただけ。横だけ。で早すぎるとやっぱ iPhone 認識できないから。認識がね。すごい。やはり私の方がセンスがあるようだな。いや、これ現実よりすごい難しい。すごく難しい、うん、だって全然できないから。ほんとに271超えろ。現実のハンドスピナーはさ、ガーッてやればいくじゃん。そうだね、そう、うん、その力入んないから、ね、そうじゃないんだよ、もう技術だ、ね、その触れ具合というか。あ、271はいかなそう。あ、いかないわ。赤でもいかないときはいかないんだよ。さっきのなんか赤と一緒かな。でもね、243いかない。242。あ、俺も1回だけ出した。1回で多分今分かった、コツが分かったから、うん、数字がある部分を一番左側を持ってスッってなんかちゃんと触れてる感じで、そういう感じ。ああ、ほらほらほら、ちょっといくわ。こういう探るのうまいんだよ。ほら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 、黄色が平均的に出せるようになってきた。練習あるのみ。これベスト超えたら俺勝ち。いや嬉しい、この赤の嬉しさね。なんだこれ、なんかもう回転がこれやばいんじゃない、これどっちに回ってるかよくわかんない。頼むぞ、行くぜ。これやべえ。あー、やったー。でも赤にもやっぱりこんだけ差があるってことね。差がある。でも赤以上は今のところ出てないわ。赤がマックスなのか、青とか。いや、このハンドスピナーはもう赤が限界かもね。この366、1年超えました。日付で365に超えました。いや、奥が深いね。分かってきたね。でもね、奥が深い。今のこの短時間で。うわー、やばい、やばい。これで勝ったら僕の勝ちだ。まさか超えないっしょ、これ。一発だからね、今もう分かってきちゃったね。人間はこうやって発達していくんだ。そうだな、人間は引け、知能をどんどん上げていくんだ。366超えろ。学習する生き物だ。うわ、どうかな。あ、でもいきそうだよ、なんか。これで366超えたらもうすごいよ。そしたらまあ僕の学習力終わんねえよ、この動画。あ、いや、行くんじゃない、そんぐらい。あ、行ってくれ。いや、なんかね、無理っぽいんだよね。ギリギリ無理かな。くっそー、360いかないぐらい。うわ、1年いきませんでした。愛せいけんの彼氏。教えたのに。いや、でもセンスあるよね。でもセンスあるよ。よかった。うん、はい。やっぱ普通のやつもいいよ。普通のやつもいいな。ね、うん、でもあれで赤になった時も嬉しかった。嬉しいんだよ。そう、これ赤とかなんないから。そう、民族ももちろんいいんだけど、まあアプリも面白いですね。面白かったですね。はい、非常に面白かったです。またお会いしましょう。 See you next time。 バイ。主役は君なのさ。 Hey! YouTube YouTube Broadcast You are Self Yeah